こんにちは。今日はですね、東海さんに行って、やっぱりね、気になってたミックスロールを一玉買ってきました。と思ってたのより、思ってたのとは違うやつをね、一玉買ってきたんですけど、その購入品紹介と、あとセリアさんでですね、リピ買いの糸を一玉と、あとはバレンタイン商品がね、欲しかったので、行って買ってきました。もしかしたら新作、新しい商品も入ってるかなとか思うんですけど、わかんないんですよ。ただ、購入品紹介でね、見たことのないようなのがあったので、すっごい可愛かったので買ってきました。なので、糸は2玉しか買ってないんですけれども、ちょっと紹介したいと思います。結局ね、ミックスロール買ってきたんですよ。これ。とパープル系というか、ちょっとね、落ち着いた感じかな。ミックスロールのモネですね。今ですね、外、灯油 売りに来てて、ちょっとね、音楽が聞こえてると思いますけれども、すみません。気にせずに撮っていきます。これは、カラーナンバーが31番。これはね、ミックスロールのポップより少しお高めでした。アクリルが55%、ナイロンが30%、ウールが10%で、モヘアが5%ですね。100g で 265m、棒針が8号から10号。これは棒針しか書いてないんですね。ミックスロールのポップよりね、少し大きい玉になってますね。これモネって多分あれですね。私が前買った赤とか青とかカラフルなやつと同じシリーズだと思います、モネは。結構大きい玉だったんですね。ポップが少し小さめの玉になりますね。本当は、ポップのですね、ここがパープルで、そして、ピンクで、真ん中が白のやつを買おうと思って行ったんですけど、よくよく見たらですね、この間買ったウイルス三角ショールの、糸と、色が一つしか変わらなかったんですよ。この周りの。私が持ってるのはミントグリーンで、買おうと思ったのが、こんな、もう少し明るいパープルだったので、なんか同じようになっちゃうので、結局ね、こっちを買ってしまいました。なんか、ここら辺の色とか好きだし、まあ、パープル、あんまりパープルはね、自分では使わないんですけどね。パープルが全然似合わないので、昔から。だからね、パープルの洋服とかは本当持ってないんですよね。ただ、なんか編めたらいいなと思って一応買ってきました。色的にね。ミックスロールが今すごい好きなので、安くなってるうちに。これはね、でも人気があまりないのかな？よくわかんないけど、6玉ぐらい余ってましたね。そのもう一つのパープルのやつはもう一玉しかなかったんですけど、うっと我慢して、ぐっと我慢して 買いませんでした。まあ一玉だからすぐ売れちゃうと思うんですよね。600円だったから多分売れるんじゃないかなと思うんですけど、とからし色とかのもあったんですよ。からし色と茶系のやつとか。でもね、あえてこの色を買いました。モネの31番ですね。またね、なんか編めたらいいな。今のウイルス三角ショールができたら、ね、また違う感じのやつをね、編みたいと思います。もう我慢できずに買ってしまいました。ねえ、やっぱり行っちゃいますね。もしかしたらまた行っちゃうかもしれないですね。また行くかもしれんけど。もうでもそれはそれで、開き直る。何も別に今買ってないから、好きなものを、糸を買おうかなと思います。東海さんのお買い物はこれだけですね。一玉だけ。で、次はセリアさんなんですけれども、リピ買いというのはこの手まりですね。一玉だけ。これだけ買ってきました。ピンク系のやつですね。手まりの、なんか久しぶりに買ったな。カラーナンバー1番。アクリルが100%。25g の 90m ですね。棒針が5から7。かぎ針が3から6。これやっぱり可愛いからですね。そして、それこそ今編んでるウイルス三角ショールの真ん中の色、白っぽい色がですね、なんとなくこれに、なんとなくですよ。まあ、違うかもしれないけど、私的になんか似てると思ったので、
なんとなくですね。だからちょっとこれがね、また欲しくなって、行ったらあったんでね、一玉だけ買ってきました。これで、ガマ口をちょっと挑戦してみようかなと思うんですけど、今年初の。でもね、ガマ口がね、どうかな。なかなか苦手意識があるので、なかなかね、やろうとしないんですよね。白い口金をセリアさんで大きいのを買ってるんですけど、大きいのより最初ちっちゃい方した方がいいかな。金具つけるのがね、私下手くそやけ、皆さんみたいにね、うまくいったらいいけど、まあでもしないとうまくいかないですからね。とりあえず、これを玉編みで、セリアさんの方に載ってたんですけど、またそれとはちょっと違う感じでね、この手まりのこの部分をこう出したいので、玉編みで小さい口金を見つけて、多分あると思うので、家で。それでちょっとやってみようかなと。ちょっといつになるかわかんないけど、でもこれをね、買っときたかったので買ってきました。で、糸はね、もう本当にこれだけなんですよ。ミックスロールと手まりだけ。だからね、今からちょっと私の趣味の方に入るので、面白くないかもしれませんけれども、この編み物のね、されてる方はあまり面白くないかもしれませんけど、よかったら見てください。まずね、このセリアさんね、このメモ帳、チケットメモ、ミシン目入りクロスメモ、コーヒーチケット35枚。こういうね、チケットをですね、チケットメモを皆さん、おすそ分けファイルに入れたりしているので、持ってなかったんですよ、私。だからね、こういうの欲しかったので、ね、こんなのあるんですね。かわいい。なんかね、若い頃、おばちゃん丸出しですけど、ね、若い時に、学生時代とかの時に、今のようなこんなね、いろんなものがあったら楽しかったでしょうねって息子からね、何年生まれかよってよく言われるんですよ。なんか変なこと言ったらお母さんも何年生まれなんとか言われるけど、でもね、やっぱりね、若かったらね、こういうのこう使うじゃないですか。私なんか今買ったってただね、家に置いとくだけですからね。まあ、お裾分けファイルとかね、作れるなら作ってガンガンお裾分けして交換便とかしたいんですけど、なかなかね、編み物してたらなかなかお裾分けファイルとかを作る勉強するのもね、時間がないし、皆さんみたいにね、ちゃんと作れないから、だからねと思って、とりあえずあとはね、バレンタインの袋物ですけど、もう皆さんがね紹介してるのからいきますけどね、これジップバッグのね、このうさぎさん、もうですね、購入品紹介を見た時から、もう絶対買うぞと決めていたものです。これですね、これのうさぎさん。ね、かわいいですよ、うさぎさんでね、いちごがついてるからもう大好きなんですけど、これですね。こんな感じで、もう皆さんね、紹介されてるから見た方、いらっしゃると思うんですけど、かわいい。こうジップバッグなので、こんな感じですね。もう今からバレンタインデーに向けて、いろんなね、お菓子とかをね、博多、阪急があるんですけど、博多駅のところに、そこにね、ラスクとかチョコレートとか、いろいろ買いに行くんですよ。なので、それを入れて、少しずつ入れてね、皆さんにというか、みんな嫌かもしれんけど、みんな迷惑かもしれんけど、配りたいなと思います。今手元にですね、お菓子がないので、ちょっとメモ帳かなんか入れてみますけど、このメモ帳。こんな感じでね。かわいい。なんか見とれますね。このイチゴがね、また可愛くて、すごい可愛い。これと、まあ、同じシリーズでですね。これ、この猫ちゃん。ジップバッグですね。同じなの、この。バーコードナンバーは同じですね。うさぎさんと同じです。
ね。今度はさくらんぼ、猫ちゃんでさくらんぼ、もうかわいい、まあ、同じですね、サイズとかも同じなんですけど、ただ猫柄違いですね。もういちごとさくらんぼってかわいいからですね、めっちゃ好きなんですよ。これもね、ちょっとなんか入れてみましょうか。これもメモ帳入れましょうか家にあるものを、小物を全部持って、紙物を持ってきた。あー、かわいい。もうほんとかわいいですね。ちょっと本当に、購入品紹介の方がですね、クッキーとかなんかドーナツとか、いろいろこういうのに入れて見せてくれるんですけど、すごいかわいいですよ。だからバレンタインデーにね、本当に、お友達とか、お世話になった方とかに、ちょっとね、ちょっとだけプレゼントするのにすごい可愛い、袋が可愛いし、いいと思います、いいと思います、私が思ってるだけですけどあとはですね、ガゼットバッグの S ですね。これ同じ、うさ、同じですね、柄は同じ。これも紹介されてたので絶対買おうと思って行ってきました。これはね、少し小さめ、こんな感じですね。マチがついてて、底マチがついてて、もうほんとお菓子とか結構入ります。ほら、いちご、裏もいちご、そこにはこれが入ってるので、結構硬い。私紙かと思ったら違いますね。こんな感じですね。これがね、そこに入ってるのでしっかりしてますよ。こんな感じでお菓子を入れてもらってね。こうやって。もうほんと可愛いですね。ずっと見ときたい。興味のない方はですね、旦那さんとかもほんとそれこそね、笑うんですけど、可愛いですね。これと同じで、またガゼットバッグ、シール付きなんですよ。さっきもね、これシールついてるんですけどね、ハートのシール、かわいい、色もかわいいですね、好きな色ですね。これとこれ6枚入りなので6枚ついてますね。ここ、こうしてね、シールを貼ってあげたらかわいいですね、かわいいですね私が作ったわけじゃないけどで、これもね、さっきと同じですね、猫ちゃん。これは、まあ、同じですね、6枚入りでシールがついてて、シールが色違いですね。こっちは赤と緑ですね。こっちがピンクとブルーでしたよね、この、うさぎちゃんの方が。そしてこれは猫ちゃんで、さくらんぼ見えますかね、かわいいですね。本当にさくらんぼといちごってなんでこんなかわいいんやろ私が思うだけやけど、でもかわいい。もう本当ね、布とかもこういうさくらんぼとかいちごがもう本当好きなんですよね。よく買うんですけどね、この間もね、いちごの生地でうちの作ったんですけど、もうちょっと違ういちごさんが欲しいんですけどね。あとはこれも皆さんが紹介してた、あ、ごめんなさい、ある方がすっごい可愛いって言って結構買われてましたね。お名前はね、出せないですけれども、許可もらってないので出せないですけど、今までね、私ね、許可もらわずにお名前とか出してたんですよ。で、コメントで教えてもらってですね、ほんとすみません、ありがとうございます。もう無知なんでね、だからね、これからはね、お名前をあんまり出さないようにして、リンクを貼るときだけね、許可をいただこうかなと思ってます。ほんと教えていただいた方ありがとうございました。これがね、ダイカットジップバッグ、ある方がすっごい気に入ったみたいでですね、結構買われてましたよ、何袋か。これはね、似てますよねどこかの
男の子と女の子に。これなんですけど、小さいですよ、これは。でも可愛いですね。いろんなね、飴とか、飴、お菓子ですね。お菓子がたくさん載っててね、可愛いな。レトロチックな、なんか可愛い感じですね。可愛い。しつこいってね、分かってますよね。これは何でかな、ちょっとちっちゃいので、その方たちはね、飴玉、飴とか、なんか 2つとか入れてました。2つとか3つとか、ちょっと覚えてないけど、飴を入れてましたね。ちょっと今お菓子がないのでね、このカンカンを入れてみますね。入るかな？あ、これぐらいなら入るかな。かわいいです。小さいけどかわいい。もうこんなのばっかり。あ、でも絶対買ってよかったな。行ってよかったです。これかわいいですよ。あとは、あとはって、あとはですね、うん、皆さんが買われてないのか、新しいのかよくわかんないんですけど、どうなんだろう。買われてないだけかな。これですね。アルミ&クリアハンドルバッグ S7 枚入り。いちごなんですよ、これが可愛くて。もうこれなんか、ほら。テカテカ光ってですね、いちご。これね、色違いがありました。どんな色があったかな、覚え、なんかこの今のピンク、この、ここがですね、今これピンクっぽいんですけど、なんか黄色っぽかったかな、ちょっとはっきり覚えてないんで言えないですけど、これですね。ほら、可愛いですよ、見てください。多分このピンク色のところがね、ちょっと黄色っぽかったような気がするんですよね。裏はこんな感じですね。アルミっていうぐらいだから。そして、前はこんな感じ。透けてるんですね。私、この色のまんまかと思った。このピンクの色かと思ったら透けてますね。クリアっていうぐらいだからそうですよね。この中に。じゃあ何入れましょうか。内藤ルネさんのカンカンでも入れましょうか。チョコレートが入ってた。こういうのをね、買って、あ、メイコちゃんにあげようかな。でもこういうチョコレートってね、あんまり美味しくないんですよね。こんなこと言ったらあれですね。普通にね、やっぱりね、メーカーのなんか、美味しいチョコレートの方がね、味はいいですけど、この内藤ルネさんとかアドちゃんとかのカンカンに入ってるの私毎年買うんですけどね。この内藤ルネさんはね、何年か前、2年か3年も忘れたんですけど、博多のね、阪急で、イベントみたいなのがあってたんですよね。そこでね、買ったんですけど、今もうないのかな。アドちゃんはね、毎年あるんですけどね。でも可愛い、ほら、内藤ルネさんとイチゴってね、ぴったりなんですよ。イチゴの柄の内藤ルネさんのなんかコップとかもなんかあるぐらいだから、ね、可愛い。こんな感じのバッグですよ。チョコレートとか入れてね、こうやってあげたらきっと喜んでくれるんじゃないかなと思って購入しました。あとこれもですね、皆さん買ってないだけかな？買ってないだけかね？何じゃない？買ってないだけですかね？見てないんですよね、購入品紹介。でもこんな可愛いのにね、買われないかな？買わないかな？とか思って、私はもう速攻飛びついて買ったけど、ビニールバッグなんですよね、 M の6枚入りで、とシールも6枚。ほらかわいい、もうかわいいですよ、見てくださいよ、ほらほらほら、うさぎちゃんが抱っこしているように見えるよって。ああなるほど、これになんかクッキーとか入れたらな、そうなんだ、ここにですね、改めてこれなんですけどね、かわいいですね。これシールがねついてるんですけど、シールはね、まあこんな感じ、何種類かですね、かわいいですね、うさぎさんとか鳥とかね、もう大好きな柄ですね。レトロアニマルシリーズみたいな感じですよね。かわいい、ほら
ゃくちゃ可愛い。こうクリアなんですけどね、後ろ側というかここにね絵がついてて、こっち側ですね、でこっちはクリアなんですけど、まあ、ここにお菓子を入れたらいいのかな。ちょっと今お菓子がないのでちょっと入れてみますけど、全然あれやけど、ジェフリーの鏡、こんなクッキーこんな感じでね入れて、でね、飴をここに、あ、そうだそうだ、見て見てください、ほらここに絵が、あの前の方に手がこうあるから、こんな感じでですね、だからちっちゃな飴とかをこう入れてですね、こうこのジェフリーがちっちゃいとしたら、ここら辺でね、ここら辺にこう飴なんかがあったら、ここでこう抱っこしてるように見えるんだって。かわいい。かわいいですね。これを買いました。これ新しいのかな？よくわからないんですよね、私。そういうの。で、色違いっていうか、もう一種類あったので、これも同じですね。これ、黄色。で、あの、服の色が違う。前の分は、ピンクだったけど、これは、紫、パープル。で、ここが黄色ですね。前のは青でしたけど、リボンもね、違いますけど、シールの色も違いますね。もうこれはね、どうしても2つとも欲しかったので、2つ買ってきました。これですね。同じですね。後ろ側、こっち側にうさちゃんの絵があって、手の部分だけね、ここですね。ここ、マチも少しあるんですよね。でもね、今ちょっとね、小さいものがないので、とメモ帳入れますね、ジェフリー。まあ、こんな感じですね。顔が見えなくなったけど、ほら、抱っこしてるように見えるでしょ。だから、ここぐらいのね、範囲で、なんか入れてあげたら、で、ここシール貼ってあげて、うさぎさんがね、抱っこしてるみたい。ちょっとしか入らないですよね、でもね、抱っこさせているように見せるには、ちょっとしか入らないですけど、まあ、これはこれで可愛いかな、と思って購入しました。新作かどうかわかんないんですけど、でもどうなんですかね、皆さんどうなのかな。あとはですね、あの、この箱、こういうのですね、なんかお菓子を焼いてですね、マフィンとか焼いて、これですね、あ、マフィン用ですね、 80×145×80 ですね、レトロアニマル、かわいい。これね、マフィン焼いて息子に送ろうかなと思うんですよ。かわいいでしょ。これとですね、それからこのシリーズですね、さっきのいちごのシリーズですね、うさぎさんといちごのシリーズ、これもかわいかったので買いました。カップキット、かわいいな。2個入りなんですけどね、ここにね、あの透明の袋とリボンがあるので、焼いてこういう風にね、開けないですけどね、もうこういう風に結んであげてね、結んでっていうかリボンつけてあげて送ったらすっごい可愛いと思います、これ。なのでこれを一つと、可愛いからね、これですね、書いてますね、クッキーとか入れてですね、ラッピング、クリア袋に入れてリボンでね留めるって感じです。これかわいい。これとこの、これもいちごさんと、さっきジップバッグとかと同じ柄なんですけど、これさくらんぼ、猫ちゃんとさくらんぼですね、これも同じですね、多分バーコードナンバーも同じですね、同じですね。かわいいさくらんぼ、これを買いました。もう一個だけ、あとこれですね、このいちご牛乳って書いた、これもなんかレトロっぽいやつ、これほら蓋もここついてる、もう開けるとね長くなっちゃうんですけど、ドーム型蓋付きカップですね、ときめきお菓子、これを一つ、
なんかね、本当にあのバレンタインデーになんか作ってね。ちょっと待ってください。ちょっと開けますね。はい、これはこんな感じですね。いちごとミルクのハーモニーって。かわいい。ちゃんとほら、こういうのも書いてるんですよ。これにね、なんか入れてね。プレゼントできたら可愛いだろうなと思って、これも買いました。すっごい可愛いですね。なんかね、こういうのばっかりになっちゃいましたけど、もうね、バレンタイン商品のところ、すっごいなんか袋物とかね、この箱とか、こういうカップとか可愛いのがあって、本当はまだまだいっぱい欲しいのがあったんですけど、ちょっとね、やっぱりあんまり買いすぎるのもなんかなと思って、今回はね、これで我慢しましたって。結構買ったんですけどね。でも一応購入品はこれだけになります。本当にね、可愛い袋とかジップバッグとかたくさんあるので、糸以外にね、こういうのが好きな方はちょっと見てきてください。もう私、昨日結構いましたよ、セリアさん。お母さんの病院の帰り。で、結局、キャンドゥさん行けなかったんですけど、絶対ね、キャンドゥさん近いうちに行きたいので、またね、こういう袋、どうしてもね、袋物を買ってしまうと思うんですけれどもね、いちごシリーズのやつを絶対に買いに行きたいので、またね、買ったらですね、見てくださいね。興味がね、ない方も、もしかしたらね、多いかと思うんですけれども、もう、ね、こういうの大好きなんで、どうしてもね、やっぱり買ったらね、購入品紹介したくなるので、購入品紹介しますので、またね、買ったら遊びに来てください。また見せびらかすと思うので、これはでも何枚かは取っときますけど、コレクション用に取っときますけど、本当にバレンタインデーにいろんな方にちょっと持っていこうかなと思います。なんか嬉しい。なんかね、こういうのが買えてすごい嬉しいです。あとはこのミックスロールがね、買えたので大満足です。はい。もうまた買いましたよ。いっぱいいっぱいって言ってもね、まあ、そこまでないんですけどね。雑貨屋さんとかで買ったら結構高いからですね。でもね、100円だからって思って、でも100円だからって無駄遣いしちゃうところもあるんですけどね。かわいい。でもなんか皆さんがこう紹介してかわいいかわいいっていうのが本当わかりますね。わからない人もいると思うんですけどね。私もね、違うもの言われても全然その良さがわからないから、多分ね、その趣味とか、ね、そういうのの違いだと思うんですけど、めちゃくちゃわかるんですよね。うん、かわいいかわいいって思って買いに行こうってすぐ思うんですけど、とりあえず買ってきました。ちょっとね、満足してます。またね、こういうの好きなので、糸とかもね、もしかしたらまた、うん、最近ちょっと湯沢屋さん行かないんですよね。東海さんばっかりなので、今も本当に、その時にね、まとめて買えばいいんですけど、なかなかね、ケチったりするところがあって、そしてまた行くというですね、ガソリン代だけが損をするみたいな感じなんですけど、もしかしたらまたね、ミックスロール、単色っぽいやつとかもあったんですよね。白っぽい、すっごい素敵な、そういうのでね、ああいうのでなんかマフラーとか編んだら可愛いだろうなと思って、白というかクリーム色というかですね、ああいうのでもちょっとお高めだったんですけど、また買いたいなと思ってます。今あと三角ショール編んでるんですけど、他にはねまだ編んでないんですよね。だからまあモチーフとかも他の感じで作りたいと思うし、パンドラハウスさんのね糸もまた消費していきたいと思いますので、次はねなんか作ろうかなと思います。まだちょっとはっきり考えてないんですけど、まあ、モチーフを一つ、パプコン編みのモチーフをしてみようかなとか思ってるので、それもね、動画にしたいし、うん、他のね、小さな小物というか、小さめのバッグとかも、余り糸で作っていきたいと思いますので、また今年もね、今日何日ですか？成人の日？ん？成人っていうか、今日私前住んでたところの、友達の娘さんとかが成人式で今日行ってるらしいんですよ。早いなと思って、赤ちゃんっていうかちっちゃかったのにもう二十歳とか思ってですね、ちょ LINE が来てね、あ、もう二十歳になったんだと今日朝思ったんですけどね。いいですね、私たちもね、私たちもというか私も
成人の時はありました。もうね、成人戻りたいですね。でも今は今で楽しいので、またね、編み物とかもすごい楽しいし、このね、YouTube っていうチャンネルも持たせていただいて頑張ってますので、今もすごい楽しいので、また頑張りますので、次は何か作っていきたいと思います。と、今日もね、購入品紹介で糸はね、少ししかなかったんですけど、最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次は編み物やっていきたいと思いますので、遊びに来てください。皆さんもね、本当にバレンタイン商品すごい可愛いのがあるので、もしね、好きな方、興味がある方は行ってみてください。100円でたくさんあるので、すごい可愛いです。今からなんか、息子に送るのとか、友達とか、めいこちゃんとかにプレゼントするの、すっごい楽しみです。こんなことが楽しみだなって。まあ、そんなこんなで、こんな私ですけれども、またね、次の動画で皆さん遊びに来てください。今日もね、本当最後までありがとうございました。